東に向かって開いた甲州湾。北が上海、西奥が甲州、南がネーハ。東に、長山群島が散らばり、中央に、甲州湾海上大橋が架かる洋山深み港と、上海との間を結ぶ東海大橋甲州湾は、中華人民共和国の東、シナ海に面して、ラッパ状に開いた湾。湾の大部分は、石膏城にあるが、湾の北岸の一部は、 上海市に属する。上海市及び石膏省加膏市が北岸に面し、湾の奥には広州市があり、湾の南岸には商工市とネーハ市が面する。上海市の様子角か,からネーハ市沈海区を結ぶ線が湾の東の境界であり、そのすぐ外には非常に多くの島が集まる朝鮮群島、中国有数の港である北林港がある。湾の奥には 戦闘港が注いでおり、甲州湾は戦闘港の大きな三角港になっている。戦闘港は世界でも最大級の津波が起こることで知られ、高さ9メートルほどの波が時速40キロメートルほどで川の上流へと遡る。特に中秋の明月の頃に大きくなるとされ、大勢の観光客が集まる。湾の中央部には、 長さ3 5 6 7 3トルの甲州湾、海上大橋の建設が進められ、2007年6月14日に連結され、2008年5月1日に開通した。世界でも2番目に長い橋であり、北の上海と南の霊波との間の陸路が大幅に短縮された。また2005年12月、湾の入り口にある洋産群島が埋め立てられ、 上海の新たな大震度港湾やコンテナターミナルとなる洋産港が設けられた。上海市の洋スカから洋産港までの間には3 2 5トルの超大橋、東海大橋が建設された。ありがとうございます。